Let's do this. おら今んとこマウントさんが俺の中で一番怪しい気がする。多分ジェニさんではないんだよな。あれラテ間違いないでしょ。ラテも大丈夫だと思うけどね俺。最初ラテ君のところあの被ってて何もなくて、その後ジェニさんと結構長い間被ってて何もなかったからすれ違ってないマウントさんが一番怖いのよね。でこうなったらこいつが気がつかないことになるしかね。ちょっとさすがにそれは苦し紛れすぎます。え何が思い切りは目の前で殺せましたけど、ジェニアさんのことちょっとあれはダメでしょ。あれはさすがに苦し紛れすぎるでしょ。あの俺さ正直見えてなかった。計画通り。いやもう完全にこれツータンなんですね。そういう。だって、ラチュ君さ、僕さ、あの、ロングタスクやってみたでしょ？多分、タスクやってんだろうな、的な、あれはあったけど、それ、わかんないんだよな。でも、ここで、ツータンさんに投票しないと、敗色濃厚になっちゃうんで。俺だけつなんか、勝ち負け、運命を決める。ラチュさん、お願いします。本当に。いや、どっちだ、これ。見てなかったわ。いや、俺、確かに。絶対、ツータンさんです、これは。マフトさんだよ。だって最初のあなた届けようとしてたでしょ。え、何かとか言って。え、どういうこと。え、だって何が起こったか分かんなかったの。いや、じゃあだってしかも最初届けてなんか後からなんかすごい。いや、俺分かんない、これ分かんない、もう分かんない、俺も分かんない。いやい、ラテ君は僕のこと信用してないかな。なんでみんな動かねえの、うん、タスクやれんの。消化してない人に追求しようと思ったけんさ。そう、でも終わっちゃったんだよ、タスク。じゃあ逆にタスク誰がやってるか。申し訳ございません。あじゃさんがやってれば私負けてたんですよ。全般だ。ジニウムさんは白ですね、これ多分。あー、フォーク！レッツゴー！ Hello there。 いい感じ、いい感じ。危なかった。ジェニウムさんと私は無実です。私とジェニウムさん結構一緒にいた時間なかったんで、ジェニウムさんがインポスターだから必ず私殺されてるはずなんで。そう、俺も殺されるかなと思ったけど何もなかったけんさ。結構一緒にいましたよね、長い時間。アジャさんとアクロさんずっと一緒にいたよね。ずっとではない、割と長い時間いたけど、うん、殺されなかったから違うかなと思ったっすね。結構自分はアクロさんが黒いと思ってるけど、誰が一番怪しいわ。俺はアクロさんだとちょっと思ってる気がする。アジャさんはね、普通になんかタスクやってるっぽいから。誰も僕を止められないんだ。やってみるしかないよね。いや、ま、あれ、マフトさん、マフトさん、マフトさん、完全に今のマフトさん。いや違いますよ。いや、マフトさん目の前に殺してたでしょ。また同じ手口でやろうとしてるじゃないですか。いや、今回で本当に違いますよ。いや、僕はマフトさん殺してるの見ましたね。いや、はい、よく自分で殺してるとそういうこと言えますよね。逆俺ずっと監視から見よったけわからんな。足もあの単独行動してたんでわからないっす。てかそもそも私はジェニウムさんとさっき一緒にいてお互いに白って言えるんで。そうなんよな、マフトさんは割と白率高いんよね。マフトさんとしか言いようがないですね。いやー待ってよ、でもなー、わかんねえなー、俺これスキップかなー、ね、俺もね確証持てないんだよ全く。あーでも入ってんだ。いやい、なに？よいしょ！死にたくなー！ほんと、ジェニーさん、バカだな。え、マジか。俺ずっとマフトさんと行動しとけ、マフトさん死ろと思っとった。いや、ジェニウムさんを味方につけれてよかったですわ。あ、これ完璧やられた。はい、アクロさんです。はい、マフトさん殺してました。アクロさんが目の前に。何が喧嘩かよ。イエイ！ハロー、まずい。アジャさん、シールドの左にいたところで死んでました。ちょっと待て、やっべー。アドンゲ見たら怪しいけど、犯人はカフェテリアからシールドにワープしました。だからマフトさんはその後歩いてったから白。
マジか、マフトさんかと思った。下に行き寄ったのが、マフトさんとアジャさんかな多分。と思ったんやけど、違うのか、マフトさん。多分マフトさんじゃないと思うんだよな。マフトさんってあれ、最後どっから来て、俺と一緒に行く感じになってた。いや、一緒にっていうか、一瞬だけ伊達さん見えたっていうのは分かったんだけど。そう。どっから来て向かいました、シールドの方。いや、ていうか、普通にあれですね、上からです。上からっていうか、結構左、上左っていうか、なんて言ったらいいんでしょう。左上犯人の人は、右側に行ったと思うんだよな。なんとかなったね。またまたやらせていただきました。ってことは、ダクトで、またダクトで戻った。ていうか私一回もダクトを買ってないです。あれマジで？なあだってマフトさんのことしろって言ったら忘れへんから。俺それ信用したもん。ハローだ。これでバンジョッキーだ。上がってこい。上がってこい。あれ？なんでかな？あのね、スルーするとかやった。あ、fuck。スタさん、俺の死体の前をすごいスルーしてた。え、死体あったの？めっちゃスルーされた。だから本当はスータンさんになすりつけようかなと思ったら、リポートしないんで。リポートしなかったら、びっくりしたもん。死体わかんなかった。完全にこれ、夫人さんでした。わからんけど、過去の犯罪経歴から。ちょっと、ひどくないですか？過去の犯罪経歴って。だってこれ多分次私がインポスターじゃなかったら私に成し付けようとしてわざと生かすでしょ。そういうことするでしょ絶対。濃厚はマフトさんと藤君。ローラーしますか。 I knew it! I fucking knew it! なんで僕 Fuck you guys! 全員を皆殺しにする RTA 始まるよ。最速で緊急タスク時間切れを狙います。開幕は右に移動しておきます。これもちゃんと意味があります。一番左端でメルトダウンさせれば右から左に向かう姿を見せることでクルーメイトに安心感を持たせることができます。ジェニウムさんが通常タスクの矢印を緊急タスクの矢印と勘違いして右に走っていきました。ついてますね。タヌポンさんはジェニウムさんを怪しんでついていき、焼き鳥さんはそもそも緊急タスクを分かってない初心者です。メルトダウンを止めないためにアクロさんを殺します。あとは祈るだけです。さて、完走した感想ですが、こんな9割リスクが高すぎるので皆さんは真似しないようにしてくださいね。お疲れ様でした。もうそれはないわ、マジか。何やってるんですか。ほんとマフトさんタイヤリでした。ほんとにえ？いや、さ、ほんまさ、やらかしたもん。あれはなぜタイアリって言ったんですか？マフトさんをリアクターで殺そうとした瞬間に、ボタン間違えてベントした。それ言えばよかったのに。言えねえよ。でも、それマフトさんは気づいてたんですか？全然気づいてませんでしたね。俺は気づいてると思って、ピーってなった瞬間も、あ、察したと思って、タイヤリでしたって言ったら、タヌさんが報告してた。私じゃなくてみたいな、ね。そう。Why are you running? Why are you running?なんとかなったね。ハローマザパフ。逃げんじゃねえよ。やっべ。バイバイ。ハロー。危なかった。ハロー。死ぬかと思った。ちょっと待って。Oh shit! マザップ！なに？もうダメだ！おしまいだ！まだだ！伊達さん、アモンガス最後にやったのいつですか？え？最後に私たちとやった時以来ですか？多分そう。アクロさんもそうですか？多分そうですね。それは関係あるんだろうか。伊達さん、私は。うん。アクロさんだと思います。なるほど。いやでも正直マフトさんかどうかっていうのが分かんなくて、俺まず私がインポスターであれば、今 O2 とか放射線のやつを押してボタンを押させないんですよ。
あー、まあそれはそう。それを失念するのはアクロさんかなって今思ったんですよ。最後にやったのが最近であればそれを知っているはずなので判断基準になるかなと思ったんですけど、うっかり忘れてる人といえば多分ラテさんを忘れないんじゃないかなっていうのは思ったんですよ。リハイジちゃん分かんない。マジか。もう正直私も分かんないです。これは本当にあのうっかりさんがどっちなのかって言えばアクロさんがうっかりさんなのかなって私は思っただけなんで、これでやったー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 ああよかったマジで。強い強い。あー危ない。メタ読みされたらもうカメラ見て。申し訳ないけど今のメタ読みガッタガタじゃねえかなって思ったんやけどな、聞きよ。さあやあれしかその通りでしたね。一回カメラ見てるだけでダクト入ってますした。そうですね。だからやべバレるって思ったの。ダクト入って出したから。まあ。つかないけど。そこ。それ知らないんで。焼き鳥さんごめんなさい、見てしまいました私。監視カメラの部屋に入ってベントしましたね。してなくないですか。今メルトダウンが起きた時に私とラテさんとアジャさんと焼き鳥さんも来ましたよね。はい、うん、でしてないっすけど。でそれから監視カメラの部屋に入って行ったんですよ、うん、焼き鳥さん。でその後で監視カメラの部屋入ってないです普通に、うん、下に行きました。あったわ。マフトさんのちょっと裏付ける人は誰もいませんけどね。普通になんか下に行っただけですけどベントしてないですね。怪しまれた。次の日絶対マフトさんも釣るよ。ああそれで違かったんですか。あもうそれはもうそうですね。どうせ私はあとタスク1個なんで。あそれも言っとかなきゃ。俺タスク終わったストーリーでいいんじゃない。もうタスク終わっているので。終わってる。アドミンにタスクがあるんでちょっとついてきていただけますか。普通に負けた。はい。いやちょっと今あの今マジで僕下行ってたんですよ。弁当使ってなかった、うん、普通に弁当入ってなかったね。ああれそうなんですか。ハロー焼き鳥さんだ。今完全に弁当したな弁当したな弁当したな。うん、入ってなかった。やば当たって当てられてピンチになって普通に負けた。おかしいぞ。やばついてなさすぎるやろ。イベントしてないのにうわーみたいな。当たってるしええー、みたいな。あれもショートです。あーびっくりした。びっくりした。やめてくださいよちょっと本当に。勘弁してよな。お互いにびっくりして。うわーびっくりした。びっくりした。ハローマザファク。オーシッオーシッノー。あーこれはアクロさん大ピンチ。アクロさん逃した。アクロさん巻いた。アクロさん巻いた。あアクロさんそっち危ない。そっち危ない。あそっち危ない。あおい待って。今の待ってきて。あと一人です。おお死ぬかと思って。血祭りにあげてやる。べえこうなったらこいつが気がつかないことを願うしかねえ。気づかないでくれ頼むぞ。やったー。危ねー今来てた。マジかよ。危ねー。レッツゴー。え What the fuck。 何。私がインポスターです。王はインポスターじゃなかった。どういうことだ。イエイやったねお疲れ様。えまずい。お前はもう死んでいる。紫がインポスターだぜ。くさ私死んでますよ。Bye-bye! Huh?